それではスロー後の説明に入ります。でまず通常のスクワットは胸の前でまず手をクロスして、まず2ツーのリズムで通常のスクワットを行いましょう。せーの1、2、ゆっくりと上げて、せーの1、2、はい1、2、はい1、上で止まりましょう。これが通常のリズムのスクワットになります。でここからスローでやっていきます。今度は4-4のリズムですね。今の半分のスピードでですねやっていきます。では行きましょう。せーの、ゆっくりと1、2、3、4、ゆっくりゆっくり上げます。1、2、3でストップ。はい1、2、3、4、ゆっくりと息を吐きながらゆっくりゆっくり3、4、はい1、2、3、4、息を吐いてゆっくりと上げます。では上まで上げましょう。はい、でこれで下から早く上がりたいっていうのをですね、気持ちを抑えてゆっくりゆっくりとですねスピードを抑えていくことがポイントになります。でさらに今度はですねもう1個倍に遅くしていきましょう。今度は8-8のスピードにいきます。でゆっくりと8秒間かけて下ろして8秒間で上げましょう。ではいきます。せーの1、2、3、4、5、6、7でストップ。はい、ここからゆっくりと2、3、4、5、6、7、かなりももの前に効いていきます。ではもう一回いきましょう。せーの1、2、3、4、5で下ろしすぎないように7、8、スピードを抑えて初速を抑えて2、3、4、5、6、7で上でストップをしましょう。はい、でこのように4-4とかですね8-8、このようなスローフォーがあります。でこれは非常にももに負担がかかりますので、あまりたくさんの回数をやらないでですね、スクワットやった最後の1、2回をスローでやったりとかですね、あとは8-8でやるときは8-8で3回とか8-8で5回とかですね、あまり数を多くやりすぎないようにしましょう。はい、それではこれでスローフォーの説明を終わります。